寿司です。ファミリー寿司、ファジャーゾ。ファジャーゾ。イエーイ。僕ね、再検査したんですよ。あ、はい、そしたら、尿酸値が 8.8 だったんですね。それは普通は 3.6 から 7.1 らしくて、あの禁止令出ましたか、納豆、ビール、あとお肉ダメみたいな、魚しか食べれない、魚と葉っぱだけしか食べれない同じあ、まあまあね、でも今一人で住んでるはいい。あ、な、そうなの。でもお金は足りないですけど、まあね、いい、ちょっと楽しい。あ、本当。でみんなで、ちょっと掃除しないとかいろいろな、ちょっと怒られるでしょうか、ね、はい。ここ行きたい。これどこですか？サンちゃん。ここ行きたい。あれね。どの店ですか？あのペットショップ、ペットバー、ペットカフェ。私も行きたい。行きたい。行きたい。今から行きましょう。行きたい。今から行きましょう。行きたい。可愛い。可愛い。え、この子は花。これね、本当に悪いし、あまり頭。頭めちゃくちゃいいから。でもメンバーで頭悪い。ハスキーで遊んでる。名前はちょっとね。遊んでるのはね、ちょっと頭いいんだよ、ハスキーは。ネマのハスキーはあまり頭良くないような。カヨさんが頭良くないから。そうそう、私と私もハスキー買うから。飼い主見るから、飼い主見るからっていう言葉が似合ってね。ペット好きだね。ですか、今の時期のちょっと大変ね。今はね、はい、ちょっと自分のちょっとお金は足りないで、ね、犬ちゃんの犬ちゃんのお金の方がかかるから、はい、ちょっとね、犬ちゃんの朝、7万ちょっとぐらい中国から買った。7万ちょっともするの？40キロかな、そのぐらいあるの安いんで。それ1ヶ月分？1ヶ月ぐらいだけ、はい、かかるね。花ちゃんすごい熱い。わかめの味噌汁。違う。何も見えなかった。アサリの味噌汁。して、アラです。ほら天ぷらだよ。エビ天。ね、まあ、美味しいからね。あのね、5月にお店開けるから。本当？ちょっとぎこちないけど。ミャンマーの政府がダメって言ったら開けられないでしょ。うん、もうそれがどうかわかんないじゃん。でも日本人は今いっぱい帰ってきてるから、もう準備だけする。で、どうせ開けても開けなくても。僕が働いてみんなにお金払うのは同じだから。そうですね、そうですねそうでしょ。そうだろう。大変ね、社長はもっと大変でしたね。ありがとう、頑張る、うん、仕事をやってお金、給料もらうのは大丈夫ですけど、あまり仕事しないで給料もらうちょっとね、恥ずかしいかな、何か申し訳ないです。申し訳ないよね、はい、だから、やるよ。じゃあ5月までにお店の場所決めて、なんか綺麗に工事してもらって。なんでしょう。魚。魚じゃない。鯉。鯉です。鯉。鯉。鯉。今ね、ミャンマーで人気なの鯉と金魚ね。金魚もいます。あ、いる。そう。わあ。これ。そう。金魚っていう魚。金魚。え、え、え、肩よ。
かわいい。花。花。え、寝てる。ハムスター。寝方。かわいい。え、生きてる？大丈夫？え、寝てる。寝てるの。動いてる。かわいいね。でしょ。ハムスター。そう。これ金魚。今人気なのミャンマーで。そうか。ね。飼ってる人多いですよね今ね。お名前は伺っていいですか？あ、私がアンコウと申します。アンコウさん。アンコウさん、日本に行ってたことあるんですか？そう、ありますよ。え、何年ぐらい？日本でも10年。10年以上。あの、入学してね。じゃあ、最初は日本語学校行って。あ、日本学校で。専門学校から大学。大学は、あの、東京で行って。え、そうなんですか。すごい。途中で、あの、旅行会社に。あー、就職して。してから、またこっちに戻ってきて。このお店って何年ぐらいやってるの？今ね、私が買ったのは4、5年ぐらい。すごい。最初から金魚のビジネスやってるの？まあ、基本はですね、このアクセサリーですね。あー。スズリの方は仕事なんです。なるほど。まあ、金魚も一緒に、輸入して。一緒に売れるかなって言って、あ、じゃあ金魚の餌とかもあるんですか？これは金魚の、あ、そうなんだ。これタイとかシンガポールからですか？そうです。あとは日本の、これ日本のじゃない？日本のは、そうですね、またありますよ、光。あ、光。名前の光の、あ、本当。光っていうメーカー、ね、オランダですね。あの金魚の中でオランダって種類だ。あ、ランチュー。ランチュー。おー、すごい。それあとは、まあ、いろいろあるんですよ。ランチューも売ってるんですか、ここは？ランチューはたまに出るんですよ、ね。オランダが多いですね。え、これってどこから輸入してるんですか、金魚って？あの、タイですね。タイから？あとシンガポール。あ、シンガポールからも。おー、すごい。いろんな種類いるんですね。もういいじゃないかな、ちょっと。あ、ごめん、後でちゃんと犬のとこ行くから。これはなんていう金魚ですか？あ、初めて見ました。何？これはなんていう金魚ですか？新しいやつじゃないですか？いやらしい質問していいですか？あ、はい、一番お高いのは、一番高い金魚です。こっちは、ね、そんなに高いやつはないでしょ。だいたい15,000円1匹15,000ちょっとぐらい。あ、でも全然買える。そうですね、レベル高いのはもう30万とかや。それはそこまでありますよ、高い。そういうのは売ってないんですね。新しいお店に金魚の水槽を売ってるのもいいですね。その水槽の中の、なんだろう、木とか、草とかそういうのも売ってるんですか？それは水槽の中に入れる。これだ。全部ついてるんで。ああ、これが92,000ちょっとで、電気のやつも込みで。すごい。これは下。大きいやつだ。下は、あ、なるほど。下にあのフィルターがあるんですよ。フィルター、あ、下に置いてるんですね。そうです。ああ、じゃあずっと電気つないで。そうです。これ、多分停電ミャンマー多いじゃないですか。そうなんですよ。それ大変ですよ。ジェネレーターつけてやんないといけない。そうです。でも普通型だからこれを SDGs の、あ、そっかそっか、ちっちゃいやつだったらこれでつなげておけば大丈夫ですもんね。すごい。これ全部タイとかシンガポールからですか？そうですね、中国からの。すごい。これを水の中入れるやつだ。寝てる。私と同じ、いつも寝てる。インコもね、僕は鳥の方が好きだから。あ、本当？いや、あの、びっくりするからやめてあげて。ミンガラーパ。楽しすぎてしまう。そうそう、話せる。